俺、憧れの会社が、別にこんなことには始めたんだけど、俺やっぱね、上田さんなのよ。ああ、そう。どこが楽いの上田さんの、すごい、見習いたいところってどこゲストが楽しいのよ。ああ。一人でずーっと喋り続ける司会者っているじゃん。いるね。ゲストが結構置いてっちゃう人。はいはいはい。上田さんって、の番組って、出てるゲストもすっごい楽しくて、で、上田さんも一切、見てない台本。うん。全部フリーとか喋の喋りなんか特に。場合に見ると、やっぱ、決められたこと言うのって、もしかしたら、 訓練したらできるけど、うん、フリートークで、楽しませて、視聴者も楽しませるって、すごい力量がいるじゃん。うんうん、そういう意味でやっぱ俺の中のもう、キングにいるのは、上田さん。さんだ。まぁでもサンマさんとかもすごいよね。当たり前だけど。上田さんもちろんすごいけど、うん、俺さ、さんまさんもさ、うん。まぁ、サ手越のとかって番組とか出てくるんだよそうね。俺びっくりするけどね。いや、俺もびっくりするよ。そこに、名前を、 つらねたかね。俺一回特番でさ、俺、うん、MC だったの。うん、で、俺 MC で司会進行、さんまさん、上田さんのことなんだよ。わ、ね、両サイドにさんまさん、上田さんがいて、俺センターなのよ。いやこれ何やねん、これ、みたいな。あでも勉強になるな、超勉強になるよ。よ助けられっぱなしだったけど、まあ、でもやっぱあの二人と一緒に仕事してるっていうのはやっぱね。素晴らしいね。超いい教科書。